come back off the board. Big X to the board. Gretzky in front. Score! Thank you.
アラスカフォックス諸島沖の孤島シャドーモセス島にある核兵器廃棄場フォックスハウンド部隊と。こちらスネーク大佐、聞こえるか？良好だスネーク、状況はどうだ？やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。そうか、予定通り昇降機を使って地上へ出るしかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押すんだ。こちらから連絡がある場合はコールする。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押してくれ。耳小骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。わかった、作戦に入る。
ちらスネーク。地上の廃棄所前に到着した。予定通りだな。ブランクがあるとは思えん。 VR 訓練のおかげだ。潜水艦内の予習が役に立った。スニーキングスーツはどう？ドライ効果は高いな。だが身動きが取りにくい。我慢して、兵隊温床を防ぐためよ。そこはアラスカなのよ。分かってる、感謝してるさ。君が注射してくれた不凍液のおかげで水中で凍りつくことはなかった。不凍とペプチドよスネーク。今回の演習でゲノム兵も使用してるわ。なるほど、安心した。実験済みってわけだ。ところで陽動作戦の方はどうなった？すでに F16 が2機華麗な基地からそちらに向かっている。今頃はテロリストのレーダーにも捕捉されているはずだ。インド D。 大佐、ロシアのガンシップがなぜここにある？わからん。だが奴らが陽動作戦に引っかかったのは確かなようだ。今のうちに潜入してくれ。彼らの指定したタイムリミットまで18時間を切っている。もう時間がないんだ。それにしてもこの嵐の中でハインドを飛ばすなんて無茶ね。誰だ？ああ、まだ紹介していなかったな。ソリトンレーダーと無線機システムの開発者メイ・リンだ。画像データ処理の専門家として同行してもらった。レーダーや無線機については彼女に聞いてくれ。はじめましてスネーク。伝説の英雄とお話できるなんて嬉しいわ。どうしたの？いや、画期的な軍事技術の開発者がこんなに可愛い女の子とは思わなかったもんでね。スネークったらお世辞は下手ね。お世辞じゃない。これからの18時間退屈せずに済みそうだ。何それ、伝説の英雄に口説かれちゃった。でも意外ね、こんなにフランクな人だとは思わなかったわ。俺たちは互いの職業に偏見を持っていたみたいだな。そうみたい。これから理解を深めていくことにしましょう。それじゃあソリトンレーダーの説明をするわ。中心の光点がスネーク、あなたよ。赤い光点が敵の位置、青い円錐が敵の視界。スネーク気をつけてね。ゲノム兵はジンセラピーを受けているから視覚と聴覚が鋭いわ。視界に入らないように注意して。まずは廃棄所に潜入してダーパー局長を探すんだ。局長にもあなたと同じ GPS 発信機用のナノマシンが注入されているわ。レーダー上に緑の光点となって表示されるはずよ。彼からテロリストたちの情報を聞き出せ。もし生きていたらの話だがな。スネーク、ソリトンレーダーは気象には影響されないけど、敵に発見されると使えなくなるわ。うん、簡単に妨害されてしまうんだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術なの。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから気をつけて。君の行動はレーダーを介して我々がモニターしている。何かあれば無線機を使ってくれ。わかった、寂しくなったら連絡する。無理をしないでスネーク。何かあれば私たちに相談して。潜入データの記録も私が担当してるの。セーブしたいときは私に連絡してね。周波数は 140.96。 セーブ用の専用回線よ。覚えていてね。今回も双眼鏡以外の武器装備は全て現地調達だ。ドクターに丸裸にされて何もかも取り上げられたからな。あの時の気持ちも分かってもらいたいな。分かったわ。生きて帰れたら私を調べていいわ。それは夢のある話だ。悪いがタバコだけは携帯させてもらったよ。どうやって？胃の中にね、君が胃液を抑える薬を入れてくれたおかげだ。タバコなんか何の役にも立たないわよ。そうとは限らんよ。
潜入するとすれば、まず正面の扉。一番の近道だが、敵に見つかる可能性が高そうだな。ノックしても簡単に開けてくれるとは思えん。左と右に保証が1名ずつ。装備は 5.56 ミリのトランペットにパイナップル。正面扉の脇にあるダクトはどうだ？2階にもダクトがあるはずだ。ここからでは見えないな。潜入ルートは君次第だ。スネーク、頼むぞ。
This is a big game, Dick, and both teams are ready. Thank you.
It seems that the parasites have only to live among us. Or do they?
Thank you.
like our own, lives a boy like any other. Andy! Have you not enough again? No, I was just sleeping in my class in broad daylight. You can't shut me up in there. I know my rights, Uncle Floyd. And mine's a judge. Burn! Oh, wow! Afraid of the dark. His teacher hates him. Come back here this minute, young man! No way, Jose! Freedom! Yippee! His dog adores him. Damn, boy! And warm over my head again? Hey, come on, Whiskey! But the thing that really scares him is the dark. Now Whiskey has been snatched away by the forces of darkness. Andy must face his fears. In the secret kingdom, a world of magic and adventure. Of three friends. What's your name? Amigo! And manic monsters. Andy's destiny. Hold back the forces of evil and face the master of darkness. Let's go! Get ready to explore a world like none you have ever seen before.